やっべってなんだお前が。驚かすんじゃねえよ。見ての通りタバコを吸いに来たんだよ。今具合悪くて寝てるやつがいるんだ。そんな場所で吸うわけにもいかねえだろ。それができれば苦労はしねえよ。ん？なんだ、興味あんのか？まあ煙の味だな。燻製ってお前、多分想像してる味とは違うと思うぞ。タバコなんてやめとけよ。金かかるし、服も煙臭くなるし、いいことなんて何もねえぞ。まそうなんだけどな、喫煙者だからこそ言うんだよ。大体タバコなんて女が吸うもんじゃねえって。タバコっつうのはな、中毒性があんだよ。軽い気持ちで始めたらいつの間にかやめられなくなるんだ。大ありだよ。男は勝手に吸って勝手に死んでいくだけだが、女はそうもいかねえじゃねえか。妊娠中にタバコ吸うと腹ん中の子供に影響することがあるんだぜ。やめたくてもやめられなくて吸っちまったタバコが自分の子供に悪影響を与えちまうかもしれねえ。仮に吸わずに済んだとしても、ただでさえストレスがたまる妊娠中に禁煙のストレスまで感じることはねえだろう。つうわけで俺様は女がタバコを吸うのには反対だ。まあ俺様がタバコ吸う女にあんま魅力を感じねえってのも理由の一つだけどな。人間誰しも自分のことは棚にあげて考えるもんなんだよ。お前だってそうだろ。ダイエット始める前のお前は太った男が好みだったか。自分は太ってるのに痩せた男が好みなのと、自分は吸うけど女にはタバコを吸ってほしくない、自分のことを棚にあげた考えなのはどっちも一緒だろ。とにかくだ、タバコを吸っても害があるばっかでいいことなんてねえってことだよ。それでもまだ吸いたいと思うか。そうか。つまりお前は俺様に興味津々ってことなんだな。まそういうことにしておくか。つうかそんなことくらいなら今すぐにだって確認させてやれるんだけどな。タバコを吸わなくても味を知るだけなら他に方法があるって言ってんだよ。俺様の口だって今ならタバコと同じ味だぜ。冗談だって、そんな怒るなよ。ま大人になってもまだ知りたいと思ってたらそん時は教えてやるよ。
タバコの味。だから今はこれで我慢しとけ。ああ、ノンシュガーだからカロリーは気にしなくていいぜ。そうかよ。やっぱガキにはそっちの方がお似合いだな。舐めるか文句言うかどっちかにしろって。そこで舐めるのを優先するあたり、お前はやっぱタバコよりも飴が似合うガキンチョだな。まだまだ。